はい、皆さんこんにちは、柴田です。 Facebook の方からお知らせが届いていると思いますが、2015年1月1日に Facebook の利用規約とポリシーが改定され、プライバシーベーシックを導入することをお知らせのメールが来ていると思います。で、プライバシーのベーシックのお知らせっていうのは、 Facebook の管理する上でのヒントや手順が簡単に分かるようになっているんですね。例えばこのページ、プライバシーベーシックのところを見ると、自分の情報の共有範囲、コンテンツの共有範囲をコントロールしようと、投稿とかね、それから投稿の削除、それからプロフィール、友達リスト、この検索、例えば友達リストをクリックすると、どんなふうに見てるのかと、これですね。友達リスト、共有範囲はコントロールできます。で、これをクリックすると、友達のここですね。クリック、実際にクリックすると、友達が出る。で、ここでプライバシー設定できますよと。で、ここクリック。それから、ここでプライバシー設定ができるっていうのが書いてある。こういうのをね、分かりやすく書いてあるんで、一つ一つね、やっていただければなと思うんですね。で、これ他の方とのやり取りということで、タイムラインをコントロールできますかって、ここにも書いてますね。友達の投稿許可できるかできますとかね。これ戻ると、コメントといいね、コントロールするにはと、こちら。これクリックすると、上部のメニューから、ここですね、共有範囲。それから設定のところフォローセクションできますよと、こうですね、こういった他人とのやり取り、それからタグとかね、結構これ分かりにくい方もいらっしゃると思うんですけど、タグの部分とかこういうの見ながらですね、一つ一つ Facebook の設定をしていくと Facebook をより楽しめるということになります。ここら辺の広告とかニュースフィードのやつをね、コントロールできてない方が結構いらっしゃるんで、ここね、一切友達のコンテンツが決められますということで、このコンピューターにニュースがコントロールできますよというのと、あとここもちょっと大事なんですけど、Facebook のデータポリシーとか、どんな収集情報の種類をしているとか、利用方法、共有情報、これも一通りね、目を通しておくと、Facebook がどんなふうに活動しているかっていうのが分かってきますので、ぜひこういうのも一通り見られてですね、より有効的に使っていただければなと思います。今日は Facebook のデータポリシーのやつが規約が変わってましたよというのと、分かりやすくプライバシーベーシックっていうところを見ればできますよというこの手順ヒントを、ね、見ながらですね、より Facebook を楽しんでいただければなと思います。ではまたお会いしましょう。失礼いたします。